日日本時間10月14月ドジャースは今季11勝を挙げた新人ミニューでギャビン・ストーンが右肩の手術を受けたことを発表したドジャースの発表によるとストーンの手術はニール・エラトラシュ医師によって日本時間10月10日に行われストーンは2025年シーズンを全休する見込みだという今季はメジャー初完投を完封で飾るなど チーム最多の25試合に先発して同じくチーム最多の140回3分の1を投げ、チーム唯一の2桁勝利をマークして先発陣を支えたストーンだが、メジャーのマウンドに戻ってくるのは2026年シーズンになりそうだ。現在25歳のストーンはメジャー2年目の今季、スプリングトレーニングでの競争を勝ち抜いて開幕ローテーション入り、シーズン最初の4先発は1勝1敗、 防御率6.00に終わったが、続く11度の先発登板では8勝1敗、防御率1.90という素晴らしい活躍を見せた。7月以降は再び調子を落とし、9月上旬には右肩の炎症で15日間の故障者リスト入り、ポストシーズンでの戦列復帰が期待されたものの、9月下旬には60日間の故障者リストに移行され、シーズン終了となっていた。 ドジャースは来季、大谷翔平が投手として選別復帰を果たすため、6人制のローテーションを採用する可能性が高いと見られている。長期契約を結んでいる大谷、山本由伸、タイラー・グラスナウの3人がローテ入りするのは確実だが、残りの3枠は流動的だ。今季を全休したトニー・ボンソリンとダスティン・メイが戻ってくる見込みだが、 どちらもシーズン25試合以上に先発した経験はなく、どれくらい稼働できるかは未知数。故障続きのクレイトン・カーショーは来季の挙手を明らかにしておらず、今季途中に加入したジャック・フラハティはシーズン終了後に FA となる。上記の投手以外では、ランドン・ナック、ベンカス・パリアス、ジャスティン・ロブレスキー、カイルハートといった若手もいるが、 シーズンを通してローテの一角を担えるかどうかは未知数。エメット・シーアンとリバー・ライアンはトミー・ジョン手術を受けており、ウォーカー・ビューラーはシーズン終了後に FA だ。ボビー・ミラーの復活が期待されるが、それでも計算の立つ先発投手の頭数は不足しており、今オフの先発補強は必須だろう。